拉致被害者の有本恵子さんの母親、有本香代子さんが死去。北朝鮮による拉致事件の被害者である有本恵子さんの母親の有本香代子さんが3日に亡くなったことが明らかになりました。94歳でした。ここより、 ご冥福をお祈りいたしますこの有本佳代子さんに対し安倍首相はなんとかお元気なうちに恵子さんを取り戻すことができなかったことは誠に痛恨の極みでありご家族の皆さんがご高齢になる中あらゆるチャンスを逃さずに果断に行動していかなければならないと決意を 新たにしたと発言しました。この拉致事件は北朝鮮による戦争行為、国家犯罪であり、日本政府は北朝鮮に対し圧力をかけておりますが、まだ解決されず、このように家族が引き裂かれ続けております。この 拉致事件など北朝鮮による犯罪行為に対しては残念ながら日本国内においても北朝鮮の勢力が存在しておりますのでそういった北朝鮮系の勢力に対し政府として日本国内で制裁を科していただき今後も北朝鮮に対し圧力を強化しこういった 拉致事件の被害者の皆様が早急に家族のもとに帰れるように、家族と再会できるように、対応を取り続けていただくようお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました